皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、九の雫、発光森かなからやっていきたいと思います。で、ちなみにですね、一回ちょっと七の雫をやり直して、後で射影機をちょっと確認するんですけれども、強化レンズのね、徳を、取ってきました。七の雫でね、ちょっとストーリーのルート上からは外れるルートを行くと、まあ、徳を取れる、まあ、イベントというかね、ものがありますので、ちょっとこれをやり直して、現在徳を入手したところになります。では、9の雫、やっていきましょう。ひなさきみゆ。これ取ったけど、射影機でも、ユーリと同じ射影機使ってるから、一緒なのかな、強化レンズとか。骨董屋から姿を消したユーリ。みゆは射影機を手に、ユーリを探して、氷上山へと向かいますと。まあ、いつもの通り持ち物はこれでいいでしょう。全然違った、棺かごだった。ひなさきみゆ。眠りから目覚めたみゆはユーリが山へ連れ戻されたことを知る。静止するレーンを振り切り、射影機を手に氷上山へ向かうみゆ。消えたユーリを探しに、そして母の手がかりを求めて。みゆのメインは初めてですね。巫女森でちょろっとだけ動かしたけど、まあ、特に戦闘とかすることもなく、小塚田さんの気配は山の上へ向かっている。この射影機があれば彼女を連れ戻せるかもしれない。それにお母さんの手がかりも得られるかも。射影機を確認しよう。あ、徳があるね、やっぱり一緒か。で、射影機の、で、装備変更ではなく強化レンズ徳を装備してます。ちなみにね、徳はもう完全に第3段階まで鍛えてあります。だからちょっと待ってね、強化機能でしょ。で、充填も一応最大レベルまでポイントがあったんでやってます。徳は鍛えれば、なんていうの、ポイントを得られる時間が増えるのかな。これ以上強化はできませんって説明があれなんだけど、10秒から15秒になって、で、15秒から20秒、30秒とかかな、なんかそんな感じです。では行きますか。ケーブルカーはもうめちゃくちゃ動かしてんな。いいの、こんなに勝手に動かして。なんでこんなケーブルカー勝手に動いてるんだって、なんないのかな。毎回毎回管理者の話をするけどさ、管理してる人たちてか勝手に動かせるのがちょっと問題だよね。スロ射影、スロ撮影。 R2 を押し続けてる間、霊力を消費して霊の動きを遅くすることができる。 R2 を離すか、霊力がなくなった時、ターゲットされている全ての霊にダメージを与えます。あ、なるほど。ちょっと遠いから無理か。あれ、これ霊力変わるよね。これで特状態にして、あ、そうか、これ使い続けちゃうんだ、霊力を。霊力は貯めなきゃいけないんだね。これで徳がいけるでしょ。徳もダメージ入るよね。まあ、霊力を貯めよう、まずは。これどんくらいさ、クラス、ちょっと待って、こっちにいんのかよ。めっちゃ得してる気がする。あいつ倒したか、右は。ちょっと見とってやれる余裕はない、2体いるから。ベースパワー200。来るか、ほら来た。終わりだ、消えよ。見とってやろう、触れる。胸に触れたな。まあ、でも女性だからね。女性だからいいってことはないけど、徳はね、そんなに霊力を消耗しないはず。で、ここにアイテムがあるのは承知、毎回あるからね。来るたびに再配置されている、この3つのアイテム。
これで万葉で、これは火マッチ箱、清めの火という感じです。ポイント的に今どれくらい溜まってんだろう。だ、射影機をこいつで鍛えるのは全然ありだよね。吸収上げても良さそうだよな。そうすると4万か、全然いけんな。で、感知もちょっと上げよう。よしよしよし、ようやく他のものを上げられるようになった。で、あとここにはないくて、ここで一応もうだいぶ溜まったね。あり余ってる、あり余んでる絵画世界くらいあり余ってる。でこっちに来てるけど、あれユーリってどこへ消えたの。そういえばだけど、影見をしよう。影見を全くしてない。まあ普通にこっち行きます。でここからが若干問題だよね。こっちで、その後湯の宮に入っていかない。忌み谷みたいなところへ向かうのか。75枚もあんだけど。でちなみにさ、これ門の前に90フィルム落ちてる？何？落ちてない。ここに90フィルム落ちてなかったっけ。それはさすがに毎回落ちてるわけではないのか。来たか。まあまずちょっと一回得して、ちょっと待って、なんか分かんねえ。うん、どっちだ。行けるときガンガン行こう、ガンガン行こうぜ。やっぱり装填速度がだいぶ速くなってんな。来るか、来い。あれ、ちょっと待って、あの長押しするとさ、これは無理。もう一回徳を発動させてスローにするか。で発射、どうなのこれ。ちょっと敵のパワーが高い気がする。なんだ、めちゃくちゃあれになってんな。炎か、炎をまとってんだな、きっと。そろそろちょっともう一回得意っとこう。よし、これいける。無駄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 、もう一発行きたかったな。でも鍛えてないから若干攻撃力が弱いか。ここ消えよ、もう一発。なんかしぶとい気がする、やたらしぶとい気がする。ちょ、もう一回徳を張り直して、常に徳をする。もうちょっと後ずさりながら霊障いっぱい出そう。で消えよ。いや、マジでしぶとい。強いぞ。どうだ？最悪、滅とかも使うべきか？マジでどんだけパワーあんの、こいつ。あ、倒した。すげえフィルム使ったんだけど。
どこに触れてんだか分かんない。あ、こいつも見とれんのか。あ、自殺のシーンか。あなたを見とります。私に見せて最後の思いを。あなたの罪を、秘密を、全て全て。やめろ、見るな、見るな。自分で焼いてんのか。煉獄の炎をまとって、煉獄の炎をまとってさらに首切るの。これはなんだ、どういうことだ、なんで。あいつが、ちょっと待って、今向きが分からん。読み字はこっちへ行けばいいのか。こいつシカトできそうじゃない。しかも今思った、別に戦わなくてもさ、このままこっち行けば絶対こついてこれないでしょ。リミットオブエリアで。それ雨は降ってないね。雨降ってないけど、ん、なんだ、葉っぱが手に見えた一瞬。ご神水で、どっちだ今日、わかんねえ。あ、こっちか。え、だってどこへ消えてった。アイテムフィラメントがあるけど、え、なにこれ。何今いたよね。取れなかった、取れなかったけど絶対いた。ちょっと近すぎて分かんなかった。あれ、墓に立つ行く。どっちだ、あっちか。一個向こうだね。お母さん追いかけないと。え、ちょっと待って待って待って、こっちへ行くの。母を求めて。どこだこれ、先行けなくね。こっちか。アイテムの反応がある。灯籠が並んだ道が草木で塞がれている。先は進めない。確かにお母さんだった。こちらに来たはずなのに。とりあえずまあこれを取れと。地面に紙が落ちていた。お母さんが残したもの。私は行きます。ごめんなさい、許して。ここの先には何かあるだろうか。今は小塚田さんを探そう。彼女に聞けば何か分かるかもしれない。なんで進む、進めない。じゃあ追うか。今度は有利を追う。なんか音するよね。何の音で、有利はこっちに来てたんだよね。俺はどこへ向かっている？え、でもさ、これさ、こう行くのか。結局さ、意味なりのこっちに行くんだったら遠回りじゃね、これ。だからこっから直接こっち行った方が早くない？でもまあイベントをなんか見ろっていう。なんかいた今。
でこっち来て、なんかアイテム、これ本来こっち側から取るの？いや、そう、それ結局さ、あ、取れる取れる取れる。あそこに護身水が見える。あ、61か。61どうなんだろうな。装填速度上がってるから61でもいいか。ポイントは3万か。全然ないな。で、まあ要はこっちへ向かえばいいわけよ、多分。もう道的にはなんかすげえ、なんかどんだけお尻近くまで水に浸かってるよね。もはや地図頼み。このまま真っすぐだな。あー、なんかアイテム反応がめっちゃある、めっちゃある、めっちゃあるけど、なんだ、全然わかんねえ。多分1個は護身水だよね。左のアイテム反応がわかんねえな。こっちとかには特になさそう。まあいいや、取り逃したらまたやればいいんだ。ただそれだけのこと。今は先へ進もう。有利。これなんだっけ、読み方が。おお、びっくりした。いったー、ざっけんな。こいつマジでいつもビビらされるんだけど。ざっけんな、マジで。特使おう。あ、やっぱ61だと多分ちょっと遅いな。ちょっと待って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 、できなかった。ここだ。ほら、いけ。これさ、めちゃくちゃ霊力減るの早っ。こっち狭いな。まずはちょっとレルコ貯めるか。来る。痛い。あ、徳が切れている。徳もでもダメージは入るよね。しかもさ、徳するとさ見やすいんだけど。死んだか。向こうでのた打ち回ってろ。くっそ、マジで。先行こう。一個あれを使っとく、万葉を。減らされちゃったかんね。ここさ、すぐ扉開けなきゃいけんだよね。めんどくさい。さ、うわー、しかも敵で来んのか。3人はもう、これはあれだな、みんな得。全員得状態。おえ、よっしゃ、いけ。ダメージの通りがよくわかんないんだよね。来るか。なんか攻撃タイミングがわかんねえな、こいつら。ほら、いけ。あ、消えた一人。かわいそうだが。どうだ、二人一緒に見とってやろう。どっちだ、女の子の方か男の子。お前も最後に触れてやろう。何に触れたかわからんか。あいつは無理だ。で、こっちに来てるね。
片白神社の方へ行ったのか。いや全然違った、普通にこっちに来てた。でここあれだよね、箱に閉じ込められたところ。またいるのあいつ、あのバーバー。まあいいだろ、行ってやろう。黒い服のババア。何かになった。ちょ待った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 。ん？どこだ？は？あ、いた。そっか、こいつ結構ワープするんだよな。とりあえず得にしておこう。探すのが結構一苦労す。いた。あ、消えた。何？なかなか厄介だな。来る。いや無理だ。てかもうフィルムがないよ。61に変えよう。え、いた。徳を打つ。ちょっと待って、一回やっぱりアイテム使おう。護身水使っちゃおう。一気に回復。くう、厄介だなマジで。消えよ。来るか。これがもうめちゃくちゃちょっと飛んでて鬱陶しいな。やばい、徳がなくなった。痛い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 。いやすげえ減ってる。待って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 、これなんだ。もう一回護身室使おう。え、咲いてないよね。咲いてはない。連続ですげえ食らったんだな。マジでどこにいるんだかわかんねえ。いた。外したか。なんかここから敵がすげえ強くなってる気がするんだけど。ここだ。てか溜まってないんだけど。61若干溜まりが遅いな。消えよ。やっぱりこれは排除しておこう。くるくる、なんだこの、なんだ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。多少もう滅とかも使った方が。いや、よし、ここは来た。畳みかける、畳みかけられん。やばい、やっとこう。ちょっと打っとかないと危険すぎる。これこの弾がマジで危険。ちょっと一回全部消しとこう。消えよ。移せば消えるからね。これなんだこのさ、すげえ近寄ってくんの。いや強い、マジで強い。タフなんだけど、むちゃくちゃタフなんだけど。いやー入んなかったの得。来た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 。いやもうめっちゃ浮いてるわ。うわ待て、こっちか。消えよ。倒したか。強かった。ちょっと待って、お前を調べたいんじゃない。
まあ拾おう。せっかく倒したんだ。黒い表紙、巫女に箱2つあり。箱は柱となるものを入れる。獅子を砕かれる苦しみにより柱としての力を得る。超やだ。棺箱はより強き柱となれるものを入れる。読み濡れし柱は心清く心強くあれば長く柱となれる。有根により柱はさらに長らえる。ちぎりを結びし、まれびとと二人で入る大きさにしつらえるべし。箱を守るため女を周りに沈めるべし。美しい字。また一人巫女は夕の宮に登っていった。箱に入り柱になるために黄泉がざわめいている。大間が時に悲鳴のような山鳴りがして木々が震える。いよいよ大柱がついえると箱女様が嘆いている。すぐに次の大柱を決めることになった。これなんだ、これは結女様もちぎりの相手を決める絵馬を作らねばと嵐し、有効の準備を始める。巫女は現世ではちぎりを結ぶことはできない。柱になり箱に入れば有効のちぎりを結べる。有効は一人で箱へ入る巫女へのせめてもの慰め。大水で生き残ってから私はずっと一人で生き、一人で終わると思っていた。氷上山では違うのかもしれない。もう少し射撃鍛えたいな。今体力的にはどうなんだっけ。まあ一応マックスではあるか。ポイントは6万。いや、なんか得がどれだけこう役立ってんのかがよくわかんないけど、まあ普通にこっちだよね。でそのまんまここに来たけど、ああユリいるわ。アイテムが反応してるわ。なんかどこだかわかんないけど、イベントが始まった。寒そう。さっきまで使ってただろう、墓場のとこで。来てるやつが。あれはあの時、射撃があってもかなわない、逃げなければ。待って、岸へ逃げよう。ヒューリ大丈夫？これはまずい。あ、ユーリユーリユーリ、お、置いてかないで、置いてかない。ちょ、待って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 、これさ、なんか死にまくった気がするんだけど。これだってこっち来たらさ、もう無理じゃね。消えよ。待て、おいおいおい、どこまで追いかけてくんだよこいつ。通り抜けられる。はい、どっか消えよ。ちょっと横、横を通り抜けよ。こんな狭いとこにさ来てもさ、
これね、地図見ながら、まあ、どっちでも良さそうだな。あんまり走ってるといきなり正面に来るからね。こういう狭いところに来てもね、大丈夫って言って、で結局こっちに逃げ込めばいいはずだから。え、違う、どっちだ。結局こっちから戻ってきてる。お門まで逃げればいいのか。正面に来なければ。いったかったったけど大丈夫そう。え、ちょっと待って開けよう。ユーリなんかすげえ余裕だったな。脱出する。え、マジですか。ユーリちゃん、射撃は俺が持ってていいのかい。61できてんな。ケーブルカー、まずはケーブルカーだ。戻りましょう小塚田さん。ええ、ありがとう。待って、どうしてここに。私も見えるかな。多分だったよ。人と違うものが見えるのが怖い。日よりどこにいる。あ、いた。めっちゃぐったりしてる。まあそりゃぐったりしてるよな。いいえ、あなたも怖いはずよ。一人で残されるのが。彼岸湖に消えていこうとするユーリを引き止めたミユ。親を失った過去、そして人の心を読める力、それゆえ孤独を共有し、二人の心の距離は少し近づいた。一方、未だ見つかるヒソカ、そしてミウの母親ミク、彼女らが消えた謎の鍵を握る黒い影の女、一緒に落ちましょうという声、その意味するものは S。 もうめちゃくちゃ戦ったからね。てか徳使ったからか、徳使ったからポイントは手に入ったんだな、きっと。はい、というところで9の雫終わりましたので、次回は10の雫、北条蓮ですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。